はい、ブロック決勝です。あ、そういえば今日仏さんいないね。仏さんいないね。今日よりこ祭りなのに。あ、よりこ、よりこ最強の使い手と名高いブチよりこが不在の中で決勝ブロックに残ってきました。なるみよりこ VS シンククラリーチェ。さあラウンド開始。まずは空投げからコンボを決めていくのはシンククラリーチェ。めぐって、総裁ただヒット。あれが結構地対空総裁が起きた時、ガキャンで抜けようとしてる時なんかに結構効きますね。空が負荷を嫌がって前ガーキャンをしてきたという状況だと。よしそのチッパンだが 4C が補正が重いのでそれほど減っていない。突進タッチ、あ、後さあ 4D からのカウンター拾えず、おーっと噛み合っている。 4C 噛み合って 4C さあプレッシャーが大きい。小判越してタリスマン成立。これはあーっとフラフが早い。ああ、強化突進も初段を総裁されると結構止まっちゃう感じなんでしょうかね。意外と返されている場面をよく見ます。さあバレストラ、バレストラ足は当たらず、だが遠かった。コンボになっていない総裁。やっとエクステンド状態まだ残る。では2番台を戻します。2番台の設定を戻しますのでしばらくお待ちください。はい、前方戦通るのはシンククラリーチェ。はい、大将戦出てくるのはわら2012 VS 姫守り。さあお互い白目のカラーで登場。高ゼーシャル対花守り、またしてもアルカナ選手同士の戦い。2B 対空しっかりしている。立ち回り駒が残っている。お姉ちゃん飛んできてタッチエクステンド。お姉ちゃんだが隙がでかい。 DCDC6B 派生。さらにバクさん、はい、2番台を開放いたしました。2番台開放しましたのでのじ合いしていただいて結構です。潜り込んでのしゃがみ B 対空から、あーっと受け身取らないところに 6B 差し込んで先手を取っていった。ワラシャルガーキャン見ている。たまらずバースト。さあギフォーカーから BC BC 叩きつけ、さらに何も起きてないが姉さん。さあここでコンボ決めて大きい攻めに行ければまだ分からないぞと。さてやね、ダーッとジャンプロクシー早めに出して対応していくということで決定戦ですね。
ガンダムずるいよガンダムずるいよってまあね、相手はガンダムですからね、デスティニーですからね。まあ俺ガンダムシード知らないんであんまり面白いネタを挟めないんですが、デスティニーガンダム VS シンククラリジェ、さあ開幕でエクステンドシェルクスタイル、カウンター指導からハム持ってって投げる、ガーキャン、さあビシビシ、タッチ強い、ここからの立ち回り、エクセの隙に差し込んだがコンボに上げなかった、サイド痛め、あー痛い、シャル相手には結構有効ですね、この段階だと。カウンター人しっかり拾っている、拍手が起きているぞ、ガーキャンで無敵を利用している、よーっと、うん、やっぱ飛んじゃうよね、ああいうところ。さあ、痛いやつが入っていく。反対側に逃げたが追っかけてくる。立ち、しゃがみ当たらない。立ち回りが極まってる。あーっと、当たって。よし、ドーン。だがあんま減らない。見ているが。見ている見ている、だが根性しが逆根性効いてくる、さあヤシパンから見ている、だいちょいちょいちょいは当たらず、おおうまい、ジャンプいいよ、下げて、さあ体力バー、体力バーの見た目的には同じなんですが、これはまだ残って、あと投げる見えていたが、ウォーミングからの出がかりが早かったシンククラリーチェ勝利で姫シンクチームが決勝進出。はい、次ゴマリクジンチーム、悪魔の毒毒エーテル液フィーファファイファイレクシアの虫クラリチェ、長いんだよこのスタリオ、誰これ、イノさん、あ、イノさんね、はい、ゴマリクジン対応イノ応援ブロック決勝お願いします。先ほどから何度も申し上げておりますが、明日物欲杯あります、出られる方、大会出場される方はなるべくでいいんですけども、カードネームとエントリーネームは統一しておいていただけると助かります、実況が助かります。はい、始めちゃってください、大丈夫です。さあブロック決勝その2、アンジェリア VS クラリーチェ、開幕触っていくのはイノクラリーチェ、もうめんどくさいんでイノさんで統一します、カウンター、さあカルコブリーナが怖い、コンボ決めて大幅リードを奪っていく、だから空中戦見てボンバーから立ち回りに戻る、ボンバー
ドロップ食べていた。そろそろあのドロップキックにも慣れたいところなんですが、やはり対戦経験があまりないと意識から外れていたりしますが、まだ残っている。これは出がかりに刺していく。さあここからボンバー叩きつけてドロップ。あれ下段的っぽいのがめんどくさいんですよね。投げて、取っていくのは井の倉リーチェ。投げてジャンシー、通知パン、さらに画面端維持していく。めくった、あんな低空でめくりになると思わねえから。さあこれはしっかり近づいてくるところ合わせていく。加速、あのゆっくりとフォーミングからね、急に加速されると対応できませんよね。やっぱドロップだが壁受け身が間に合う。しかしドットだぞ、カブちゃんここにドーン。まあまあこの状況だと強いですね、やっぱり。はい、見極め力がしっかりしているゴマアンジェリア、取り返していく。 DC DC スチーパン、さらにダメ橋、イノクラリージュ、ゲージは結構あるが、あーとゲージダウン、刺さってバースト、投げを使ってバラ刺さった。さあここは攻めていきたい。めくり読んでいるが投げが通って、あーとこれはバースト使っていってよ。なんだ、さあこれは土パン、超土パン決めていく。ギリギリの戦い制していったのは白ゴマアンジェ。さて次に出てくる大将戦、はい、昨日6日のバージョンアップでカードを使うとキャラセレクトの時にキャラとアルカナに最初から前回選択したのが記憶されるようになりましたね。はい、まあ、私2キャラ使ったんであんまり恩恵に預かれなかったんですけど、じゃあここは時間を使って緊張を解きほぐしていきたい陸人メイファンバーサス悪魔の毒毒エーテル液応援キラー。さあまずは開幕ガーキャンからの総称だコンボ、減った14000減った。さあ名前とは裏腹にきっちりコンボを決めていくぞね、陸人メイハン。さあカウンターヒットからのこれは死んじゃう、死なない、ビーバーカー。でもね、あれ案外油断させるテータンです。あこいつビーバーカー擦ってるよと思ったら怖いのが飛んでくるっていう。大道士フローは1ラウンド目遊ぶからな。さあ盾を置いた状態での置き攻めだったがガーキャンから噛み寄せていく。エクリプス総称だ、これはさすがにガーキャンから確定を差し込んでバスを使って ABC、 あっとこれは入っただが原始的に補正切りに行ったが剣が当たらず、おっとこれは投げ抜けている、どうするの、うわー手を出してしまっていた。陸人が強い。
はい、ということで、姫真紅チーム対ゴマリク人チームの決勝戦を行いましょう。今日は酸欠はなしということで、